さあ世界分割と列強の対立第6回目になりました今回の舞台はラテンアメリカアメリカ合衆国の南側に位置する国々そちらの国々の植民地化を見ていきたいと思いますさあ皆さん今回のポイント大きく2点ございますまずは2点の確認から参りましょう1点目がこちらメキシコの内乱とフランスの干渉 初の先住民出身の大統領が登場しますその大統領が抱えた苦悩とは一体何だったのか注目していきましょうそして二点目がこちらメキシコ革命の勃発です近代化を成し遂げられるのかメキシコが直面した問題に焦点を当ててみていきたいと思います今回こちらの二つのポイントを通して ラテンアメリカの国々の従属化見ていきましょうポイントの一点目ですメキシコで起きた内乱それにフランスが干渉してきます一体どうなるのか見ていきましょうさあ皆さんまずここで一つ疑問に思ってほしいことがありますタイトルはラテンアメリカといって アメリカ合衆国の南に位置する多くの国々を指す言葉ですところが今回スポットライトはメキシコにしか当たっていません一体なぜなのか分かりますか実はラテンアメリカは19世紀の前半にその多くの国々が独立を達成しましたベネズエラ、ボリビア、ペルー、エクアドル、ブラジル、アルゼンチン、チリ たくさんありますねそれ以外にも多くの国が独立していますしかしそれらの国々は独立してからイギリスの経済的な従属化に置かれることになりますそのためラテンアメリカは比較的早い段階でヨーロッパの影響下に組み込まれた形となるんですところが一国だけその従属から逃れて 自分たちの国を強くしよう立派な国にしていこうそう改革を試みた国がありますそれがメキシコなんですしたがって今回の授業ではメキシコにスポットライトが当たるんですそのメキシコが一体どういう改革をしようとしたのか見てくださいまず皆さんに最初に紹介するのはメキシコフアレス大統領です今皆さんの目の前にイラストが載っています このフアレス大統領のすごいところは初の初めてです先住民出身の大統領そのためフアレスというのは金を持っている人たちというよりは自分と同じ先住民いわゆるインディオと呼ばれる人たちです。そそののインディオの権利獲得回復そういったところに 力点を置いた人なんですだから彼は非常にいい改革を行いますちなみに彼は自由主義革命といってフアレスが大統領に就任したことを自由主義革命と言います彼は大統領に出馬する前から先住民のための改革を数々歌っていたんですそしてそのフアレスが大統領に就任しましたところが このフアレスのことを心よく思ってない人たちがいますまさかお前俺たちの土地を先住民に分配するそんなことしねえだろうなフアレスの改革を心よく思わない保守派たちがこのフアレスに抵抗しかけますそのためフアレス大統領というのは就任してからこういう保守派たちと争いを続けたんです先住民の自由を勝ち取るために 彼は戦い続けたんですところがこの内乱にちょっかいを出してきた国がありますさあそれがこちらを見てくださいなんとフランスのナポレオン三世ですこのナポレオン三世がメキシコにちょっかいを出してきましたフアレスと保守派の争いに加えてナポレオン三世が首を突っ込むなどまさにメキシコは 内乱状態となったわけですそしてこのナポレオン三世を最終的に追い出すことに成功しましたフワレス率いる民主の抵抗もありナポレオン三世は撤退メキシコ内乱を収束させたフワレスは先住民のための改革を謳いざまな改革を実施したんですだからこのフワレス大統領の時に メキシコは先住民のための国づくりとして非常に良い成長したというわけですポイントの二点目ですメキシコ革命が勃発します一体メキシコに何があったのか見ていきましょうさあポイントの一点目では初の先住民出身の大統領フアレス大統領の 良い改革先住民のための政治というのを見ていきましたそのためメキシコは先住民のための良い国づくりができると誰もが信じましたところがフアレス大統領の後登場するのがディアス大統領ですしかもこのディアス独裁政治へと移行し最終的には 地主階級の特権を復活させる先住民を切り捨てて地主とくっつくようになってしまったんですしかもそれだけではありませんなんとディアス大統領はその就任期間中にイギリスそしてアメリカからお金を借ります つまり借金をしたんです莫大な数ですそのためイギリスアメリカに借金をしてしまったのでますます頭が上がらない状態になっていきますメキシコがどん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 イギリスアメリカの従属化支配化に置かれていくことになりますこのままだとまずいメキシコが食い物にされる民衆は焦りましたそこでこちらを見てください メキシコ革命が勃発したんですディアスのやり方だと危険だメキシコが食い物にされるぞ登場したのはマデロ大統領ですこのマデロはディアス独裁政権を打倒私は自由主義を目指すんだ自由主義的な改革を国民にアピールしましたところがこのマデロ大統領は地主に 気を使っって土地の改革にはちょっと消極的でした先住民に土地を分配してくれると思ったのですが結局地主の権利を守ったままでしたなんだよディアスがいなくなっても俺たちの生活は変わらないじゃないか先住民たち農民たちは怒りますそこでこちらを見てください。農民の代表者 サパタビリャこの二人ですこのサパタとビリャはこの二人とも農民ですなんで土地の改革をしてくれないんだよサパタとビリャは怒ります農民軍を率いて暴動を起こしたこの結果マデロ政権が混乱に陥りどさくさに紛れてマデロは失脚してしまいます そしてこの混乱は最終的にサパタ・ビリャも暗殺されるなどまさに血で血を洗い流すような大きな混乱となってしまったわけですそして最終的にメキシコ革命はこの憲法が制定されたことで終息を迎えますこちらを見てください1917年ついに憲法が制定されます 土地の改革を謳います地下資源の国有化政教分離内容的には非常に民主的なんです非常に民主的な内容の憲法が制定されましたこれでメキシコは国民のための国づくり向けて動いていくのかと思ったのですが 結局この憲法の実行も不徹底に終わり民衆の不満は高まる一方結局憲法ができてもメキシコはアメリカイギリスへの従属から逃れられることはできなかったというわけです。さあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう。 まず今回の舞台はラテンアメリカですラテンアメリカは19世紀前半に多くの国々が独立しましたがその大部分がイギリスの経済的な従属下に置かれましたラテンアメリカは比較的早い段階でヨーロッパの支配下に組み込まれたというわけですしかしその中でもメキシコという地域ではそのヨーロッパへの屈服 そこから逃れようと改革を試みた国ですそのため今回はメキシコにスポットライトを当てて確認したわけです。まず初のの先住民出身のフアレス大統領このフアレス大統領が就任しましたが彼の政治に反発する保守派そしてフランスの干渉もあって彼はメキシコ内乱を迎えてしまったわけです。 この内乱で最終的にフランス軍の撤退が決まる保守派を抑えてフアレスは自由主義的な改革に着手したわけですところがここまで順調かに見えましたが次の大統領からちょっと歯車が狂いますこちらですさあ独裁大統領名前をディアスと言いますこのディアス大統領は 独裁政治を行うだけではなく最終的にイギリスやアメリカから多くの借金を抱えますます頭が上がらない状態になってしまったんですそこでこのディアス大統領の独裁に対しメキシコ革命というのが発生しましたこのディアスを倒して大統領に就任したのがマーデロという人です このマデロは自由主義を謳った改革を数々行いましたが土地改革には消極的でしたそのため農民の不満というのを高めてしまい農民のサパタそしてビリャこいつらが農民を率いて暴動を起こすマデロ政権はまさに混乱の時代を迎えてしまったわけです 最終的にマデロは失脚この混乱は憲法の制定が行われるままでずっとと続いていてくことになりますこのようにラテンアメリカの中でも近代化自立に向けて動いたメキシコでしたが結局うまくはいかなかったというわけです。さあ皆さんそしてこの次の授業では世界分割を通して対立を深めていった列強の争い。 こちらを見ていきましょう。